井上麻子です、皆さんがうちの夫のことをいろいろと、自分にとってという形でお話ししてくださったその通りの人ですよね。ちょっと基人変で異常なところもありいつも飛び跳ねていてそんなところがあるのは確かなんですけれど、その人とたまに会うならねいいな元気にしてくれるななんですけど毎日帰ってくるんですよねそれをもっと大変だろうなっていうのは想像していただけると思います本当大変です。はい、なので私は動じないっていうところが自分の特徴かなというふうに思っています。動じないので動きが遅いのも確かなんですけれどそこら辺でバランスは取っているのかなっていう気はします。ただ今、究極の一日の文章をっていうので彼がいろんなところで話しているので私の究極の一日は彼がその持ってる究極の一日と同じ日を、手助けする形で書いたんだっていうふうに言ったんですけど以前の私なら絶対に無理だったんですね。っていうのはこういう人なので一緒に何かをやろうっていうのはすごく大変なんです。でだからこそずっと別の仕事をやり別のことをやり接点をちょっと減らしてきてる。だから以前からそうですけど早く帰ってくると私はなんでこんなに早く帰ってくるのって言って怒る方なんですね。できる限りゆっくり帰ってきてほしいとか何日出張行ってらっしゃいねって送り出すっていう方なんですがその中でも以前の仕事を辞めて家にいていろいろこう接したりとかしていく中でそろそろ一緒に何かをやる時期が来たのかなっていうのが今年の前半に思い立ちでもちょっと抵抗あるなと思ってそこから逃げたい自分もいるっていうそんな状況の中で究極の一日を書くっていう時に一緒にやるかとある意味決意をしたものを書いたっていう、究極の一日でしたね。ですからいまだに時々ね逃げたくなるんですけど毎日これを読むっていうのを約束して破ったら1万円っていう、ね、課題になってますので一応毎晩読んでから眠るっていうのをやっている状態ですね。でもおかげでそこにこういつもこう引き戻されていくつながり続けていくっていうことができてるなっていうふうに思います。そういう意味では未来に向かって、ちゃんとつないでくれてるなっていう気がするので価値があると思います。ありがとうございます。